セリーグ阪神広島、2018年7月26日甲子園、阪神、藤浪晋太郎投手、24、キャニ。6日、広島戦の初回に2安打44球を出し、一死満塁とピンチを広げて交代を告げられた。3分の1回での降板は自身プロ最短降板となった。試合開始直前に土砂降りの雨が降り、試合開始が1時間10分遅れたことも影響したのか、立ち上が、記事全文を読む。